ロシア諸民族友好大学、パトリス・ルムンバ民族友好大学は、ソビエト連邦の教育機関。冷戦下にあって、ソ連に友好的な第三世界諸国からの留学生を受け入れるための学校であった。パトリス・ルムンバ記念民族友好大学、ルムンバ民族友好大学とも言う。ソ連崩壊後の1992年2月5日、ロシア連邦政府によりロシア、 諸民族友好大学として学校名が変更され、ロシア語の略称から現在ではルドン大学とも称される。アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ地域にある友好国からの留学生に対して共産主義思想及びその経済政策を教えるための大学として冷戦下の1960年に設立された。1961年に アフリカ独立運動の機種であった、今後民主共和国の指導者であるパトリスルムンバを、たたえて、パトリスルムンバという名称を加えた。なお、第二次世界大戦前のソ連には同様の目的を持って設立された、東方勤労者共産大学が存在した。その対象を、アジア地域からアフリカやラテンアメリカに広げる形で復活したと言えるものである。 開校当初はおよそ60カ国の国々から600名、前後の学生が来ていたとされる。国際テロリストのイリーチ・ラミレス・サンチェスや、他にも多くの発展途上国の革命家が留学していたことがあった。日系ロシア人議員、イリーナ・ムツオブナ・ハッカマダの母校でもある。ロシア連邦首相、ウラジーミル・プーチンの娘、マリアも在籍していた。百九十一年のソ連崩壊以降、 1992年2月5日、学校名をロシア諸民族友好大学に変更。現在は152カ国の大学生や大学院生2万8000人が学び、500以上の民族の学生を訓等している最先端の国際的な学術拠点。国際交流の名門学府としてロシア大学ランキングでは上与維持、ブリックス諸国の大学ランキングでは 上位100位にランクイン、世界大学ランキング500校に入るロシアの大学10校のうちの1校でもある。校舎の中央胸の前には、5大陸のそれぞれの5人のアコードが団結して、地球を支えている意味が込められた像が立っている。ありがとうございます。